今日はよろしくお願いします。イエーイ。もう俺サーフィンやめて毎日ここで暮らしたいなと思うけど、それ使い果たした人はもう冬無理っす。死ぬ死ぬな。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。さあ、というわけで、今回ですね、なんと初スノボ到着者ということで、こちらはですね、福島県の猫間マウンテンさんに到着しました。はい、はい、今回はなんとですね、慎吾社長に今回連れてきてもらいました。ありがとうございます。またお世話になります。よろしくお願いします。はい、前回バリ島ね、オーストラリア行かしてもらって、で今回はこちらの初スノボに親子でね挑戦。今回どんなハック見してくれるんですか？いやもうスプレーかけちゃいますよ。やったことあるんですよ、ね、あります、はい、僕ら本当にないから、はいはい、でもなんかこれ新品みたいな、なんか素人初心者みたいな、ね、あ、またそういうこと言うと怒られますよ。 あんまやってないよ。俺見てくださいこれ、はい、DB のカバーで、プロ並みの見えもんだけっすやん、ね、これプロ並みのスタイル、 DB の最強でしょ。これめっちゃかっこよくない？いや本当ね、僕らサーフィン来てフィンの付け方もわからんぐらいですから。靴のなんか部品が落ちててあれなかったらできんのか。多分あれフィンボックスですよね。やばいと思う。おい、このフィンがお前反対やぞ。いや、フィンないですから。本当にフィンが逆に付ける、たまにサーファーいますやん。あれの気持ちが多分今回スノボでわかると思う。俺だってスノボどっち向いて立っていいかわからんもん。いや、自分はわからんすよ。靴の履き方ちゃんとあのビンディングついてますからね。あ、この向きで、はい、リフト気をつけてくださいよ。確かに怖くね。リフトなんか乗らないっすよ。インサイドで、インサイドで、泡だけ、はい、泡だけ。もうこれこうやってスタイル出しただけでもう俺十分帰ってもいいもん。そのケースめっちゃいいじゃん。いいやろこれ。 DB そう、タイヤもついとるよ。もちろん今回は社長のハック連発。連発しちゃっていいですか？お願いします。で、今回これ、あ、またまた、もうなんかここに高そうなマーク。いや勘弁してください。高そうな着てらっしゃる。いや、なんかこれ見たことない色しておる。いやこれまたダイヤモンドついてるじゃん。さあ、叩かれますから。いや、でね、今回はなんと僕ら3人やと遭難するということで、なんと2名、美人すぎるコーチの方がいます。こんなんありえんすよ。じゃあというわけで行きましょうか。はい、お願いします。さあ、というわけでこちら、コーチの方々とね合流したということで、今日はよろしくお願いします。お願いします。ちょっとまず視聴者さんにね自己紹介というかお願いします。名前、カレンです。はい、葵です。葵ちゃんとカレンちゃんです。お願いします。今日スタートから俺靴履くのに1時間かかって、靴履いとる途中にもう帰ってくださいって言われて、めんどくさかった。言ってない。今回2日間あると思うんですけども、明日は多分もうねないと思うんですけども、ああもう今日俺もう靴履く時点で帰ろうかと思って。でまず靴が大変で教えてもらってやっと行けたのね。ゴーグルに35分かかった。でこれからこの足つけるのに1時間かかる。1時間半ぐらい。普段どこでスノーボードされるんですか？私は千葉から通うので、はい、やっぱ新潟の湯沢とかアクセスのいいところに行きますね。あ、ロスさん知ってる？じゃあ、え、私は結構いろんなとこ転々としてて、今年は野沢温泉に。じゃあ社長、久々のスノボーですよね。はい、久々です、はい、じゃあそんな感じで皆さんでちょっと楽しんでいきましょう。イエーイ。お願いします。お願いします。お願いします。簡単だろ。ね、先生、初心者ここ出てこずるからまだ滑るとこまで行ってないですよね。シュンシュンとカーブ、スラロームみたいな感じは行ける？ランドハウスをしたい。おー、いいね。大きく出ました。もし上から下まで降りれたら OK で。あ、それ最高じゃん。いよゆっくりかかと。
はい、というわけでですね、こんな感じでリフト初めて乗りました。あ、でも乗るときちょっとドキドキしたけど、意外に乗るのはまださ、いや、行けたっすね。行けたな。降りるのが怖いな、これ。大丈夫かな。なんかこのリフトに潰されそう。リフトになんか後頭部からバーンってこうラリアート食らいそうだもん。うん、ラリアートはやめて。ラリアートラリアットね。ラリアットっていうの。ラリアートなんかの絵ですか。はい。で、昔俺子供の頃さ、スキーやったことあんの。スキーな、また開くやつで乗って俺降りれんくて偉い目にあったもん。そうなんすね。めっちゃ怖いよ、降りるの。うわー、これ見てくださいよ、見てください、この景色、真っ白。すげえよ、こんなスノー初めてなんでね、こんな景色ももちろん初めてです。いやー、だけどさ、思ったより難しいっていうか、まあこんなもんなのか。まあでも意外に下まで一回、何、インサイドはインサイドまで行けたね、うん、ロングライド一回も転ばず。でもう調子に乗って行けると思ったら次思いっきり転びました。そうですね。まあだけど、もうやりたねえわっていう感じではないな、はい、意外に楽しくない。楽しいよ、ね、いい感じに楽しめてます。でこれ来週も行こうからさ、はい、ちょっとね、来週はある方に教えてもらいます、ね、そう、今日中にある程度さ、今何、こう行ってフェイキー、こう行ってフェイキーじゃん、うん、あれをこうスラロームみたいに行きたいな。いや、見てみんな、これうわ、すげえ、マジすげえ、こう沖から乗ってる感じなんやろな。そうじゃない、今あれピーク行っとんでしょ。俺はインサイドで今やって、いきなりピーク行ってこんなとこ行っちゃうんだけどさ、大丈夫か、大丈夫か。まあこけて止まればいいんだよね、スピードつきすぎたら。まあ、怪我だけせず、怪我だけしんようにしてさ、はい、はい、到着しまして、お願いします。イエーイ、リフト乗ってきました。初めてここまで来まして、リフト降りるとき教えてもらえて助かりました。上手でした。打ち転びそうになったけど、よかったっす、こけずにね、いけて、うん、すごい。こんなえぐい坂ですけど、やばいと思ったらどうしたらいいですか。とにかく前を見る。前を見る。前見たら大丈夫ですか。大丈夫、大丈夫。もうお父さん聞いてますから。行きましょう。行きましょうか、はい、初のコースデビュー、はい、お願いします。頑張りましょう。イエーイ。かと思った。一回行こう。ロゴ合わせも買っとくわ。そうっすね、それのために1個くださいって。はい、でもいい感じに。でもだいぶできるようになった。上手でした。先生がすごいから。谷先生やばい、やばい。これ先生おらんかったら今頃ここで泣いて帰って彼食ったよ。ビール焼けなんだよ。いや、あと思ったのが、こんな2人上手い人おらな、撮影にならん。無理。2人で加えて、あれはさっきやった、リフト乗れたとか言ってリフトに置いてきたわ。GoPro リフトで往復しとったもん。折れるなリフト。やばいって、無人の GoPro 撮影しとった。何撮っとったんですってな。はあ、今日だけど昼ビール飲むのやめる。なんで？午後からもう一回頑張りたい。午後やるの？もうあり？もうそろそろやめた方が明日うまくなります。で、コーチの方が言っとった。もう今日はやめた方がいい、うん、自分でフリーでやりたいから上から。そういうこと。これ一日休んだ方が明日うまくなるんですよ。やめた方がいいで、温泉へゴー。さあ来ましたよ、これスノボーといえばこの食堂じゃないですか、はい、知らんけど最高。これが楽しみでさ、はい、ビール、あれ社長僕のやつ飲んじゃいました。すみません、バレました。人のやつ飲むからさ、よくないっすよね。よくないと思うんですよね。本当にね、もう意地悪ですよ。毎回毎回
回。社長何頼んだんですか。豚キムチラーメン、めっちゃうまいです。これ一番うまそう。僕はあれハンバーグチーズサンド、めっちゃうまい。いいじゃないですか。何食べましたの。塩カツ丼です。うまいっすね。これは塩アボカドチーズバーグ。うわうまそう。でこれは何味噌。味噌カツ。うわうまそう。どれがうまそうっす。これ食ってからまだ午後ですか。張り切りますよ。気合いとん。なんか楽しくなってきた。ちょっと社長がうますぎますよね。うん、そう。だから社長今日撮影しな。一緒にすっ転んだじゃないですか、リフトで。二人でリフト乗ってさ、ぶち転んでなかった。で社長がさ見本見してくれと思って先シューと言ったらぶち転ぶから釣られたよ。それ言わないでください、恥ずかしいから。あれさ転んだ人見ると自分も転ぶんだよ。あれ社長が俺が先行ったら多分俺スイーンって言ってシャッ。さあというわけで次はですねちょっとレベルの高い場所に挑戦ということでやっていきましょうか。はい、まあ僕のレベルになると今のはちょっとモノタリングでね。ちょっと上行ってみようかなと。社長これあと2週間ぐらいおるんですよね。いないですよ。いないですか。一緒に帰らさせてください。置いてかないでください。社長一人で一人みんな4人ともみんな帰っちゃう。一人であと2週間見てください、この景色やばすぎる。すごいよマジで。この感じで、この上級者はこっから行くらしいです。そんなん考えられんすよね。これ多分トリプルぐらいの波行く感じだと一緒で尋常じゃないですね。はい、僕らはこっちのコース行ってやっていきましょう。今の良くなかったっすか。ターンできてたよ。すごい。ターンできた。すごい。いつの間になんかちょっとターンカーブできた感覚で。うん、やあんな感じでやった。いい感じや。楽しい。どうですか、結構良くないですか。え、もう完璧にターンができるようになって。いや嬉しい。え、コース降りれる。普通に。でもここの一番急な坂ね、やば、ちょっと怖いわ。ここは中級者 コースというかゾーン。そうなんや、うん。やばい、今ぶっ転びました。やば、多分一歩間違えた。今ね超怪我してたんですけど、いやー怪我せんってよかった。もうほんと安全第一って慣れた頃に怪我ってね、ほんとマジ運転と一緒だと思うんで。お、コーチの方に聞きました。イエー、もう一回行きます。どうですか。すごい上手。音どう。音
とんね、ターン頑張ってる。マジいい感じだったの、うん、アドバイスってかコーチありがとうございます。カメラも撮ってくれてありがとうございます。ですが明日は晴れると聞いてます。交互期待、晴れてくれ。そしたらパーク行きたいね。パーク行きたい、みんなでパーク滑りたいななんて企んでます。まだ明日はね、そう、連結予選も乗りたいななんて。まだ誰にも言ってません。さっき言っちゃった。あ、言ってえ、どうだった、いいって。あ、いいじゃんって言ってた。アルツから行くと連結リフトまで遠いよって言って。そう、猫間から上がったらいいんじゃない。北エリアから上がってパークをちょっとチャレンジみんなでしようかなと。景色いいリフトに乗りたいななんて思います。思います。冬は小遣いで、夏金だけで多分やる。
肌した人はもう冬無理っすね。死ぬ死ぬな、死んじゃう、お金足りなくなっちゃう。そう、でもバイトしながらやる人もおるやろ、こういう雪で居合わせ。いるいる、冬スキー場とか働きながら、まあ、居酒屋さん働いたりとか。でも、サーフィンは一切したことないっすか？ある。ある？うん。してなさそうやもん。ね、センスなかった。スノボより難しい。難しかった。全然できなかった。でもサーフィンと違ってさ、スノボと違ってさ、サーフィンで足離れるやん。だからやべえと思っても転べるやん。スノボさ、基準スピードつきすぎて、ほんと怖くて。でも波に巻かれるのも、ああ、そっか。どっちもどっちや、うん。海やと息できんもん。うん。確かに。でもこっちはね、サーフィン骨折はほぼないけど、こっちはすぐあるもんな。うん、やばいな。気をつけます。慣れてきたらもうやばいもんな。慣れてきた頃に、うん、そう、ちょっと油断した頃が一番。そう、ちょっとまた集中して頑張ります。お疲れ様でした。これさ、10キロ走るより大変。なんか2日間滑り倒した人だ。いやー、でも楽しかったですね。もうなんか俺エベレストから降りてきたぐらい疲れてる。確かに。あ、違いない。どっから来たんですかって。エベレストから来ました。いやー、最後の最後のお客さんまであって。そう。頑張ったっちゃう。頑張った。ちょっと今回めちゃめちゃね。これいい回ですよね。最高で、本当に嘘なしで初めて来て、うん、とりあえず上から降りれるからさ、うん、いやでも、まあ、コーチの方おってこそ、そうそう、だからなんとかコーチの方がおったから、こんなん処理だったら今頃まだインサイドでやっとるよ。リフトなんか乗れんよ。確かに無理っすね。リフト最初と最後成功したしね、うん、転ばなかった、ね、転ば、あれは目線ですね。目線です。下向いたらダメなんだ。いやでもナイスやったっちゃう。いやだけど、いや俺の予想よりはできたと思う。今日できたと思います。ですよね、うん、楽しかった。まあでも先生が、うん、みんなよりできてないですよねとか言うと気持ち悪いもんね。印象悪いですもんね。印象悪いからやっぱり。まあお世辞でも嬉しいです。お世辞でも、うん、でも結構頑張ったよね。でもかなりすごいですよ、体力も。まだこれ夜ご飯楽しみですね。いやもう今日は食ってもいいよ。俺こんだけ疲れたからダイエットなんか考えんでもいいよ。これ食いちぎって豚一匹食ってもいいぐらい。美味しいご飯になってるね。まあ天気はちょっと悪かったんですけど、明日晴れるやんな。晴れる、予報だったけど。でも正直雨じゃめっちゃ暑い。なあ、全然。これサーフィンよりはっきりと全然寒くない。で、T シャツしか着てないのに。いや、でも気温高いから、だから雨、ね、あ、そういうこと。寒かったら雪。そういうことか。寒い時は寒いんでしょ。寒い。マスクいるんでしょ。いります。マスクしてるじゃん。俺それ買ったんだよ、同じやつ。これ、うん、はい、あ。これあったかいです。で、それ俺バイク乗ってるんだけど、こんな感じでまた夕食とっております。乗りましょう。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。